ニンニク、皮を剥いて当たり鉢に入れる。しっかり潰す。こうすると香り良くなる。粉唐辛子、すり合わせる。レモンをカットして絞り込む。砂糖よくまむ。水よく混ぜる。出来上がり。とにかく美味しいタレがこれ。魚をフライにして、このタレの出番。もうね、めちゃめちゃ合う。最高。